はい、どうもー、ゆうごドット TV ですよ。早速ですね、昨日言ってた、本の目次読み、こちらをちょっとテスト配信っていうか、まだ何も考えてないんだけど、まあ、とりあえず配信しなきゃ何も始まんないってことで、ノープランで、一発撮りでちょっとやってみたいと思います。そこからちょっといろいろ考えて、あとで編集とか文字付けとかちょっと調べてやってみたいと思います。今日紹介する本はこちら、でん、志村けん遊び術。こちらの目次を読んでいきたいと思います。なんかおすすめの無料の編集ソフトとかあったら教えてください。もうこういうのが無駄なんだよね。カットできれば一番いいんだけど。第一章、遊びの原点、自給自足の遊びが想像力を養ってくれた。青春時代は春の日だまりのようなもの。16ページ。単純作業でも楽しみは見出せる。22ページ。人間関係がこじれたら出会いの気持ちに戻る。29ページ。ページはもう言わない。遊び場は馴染みの場所に限る。舞台は遊び場の原点だ。第2章、遊びの心得。休みには心と体のスイッチを切る。遊びがあってこそ遊び。休日はノリで過ごそう。遊ぶ金に汚い人間は物にならない。遊び上手ほど星が低い。遊び仲間ともギブアンドテイク。遊びには仕事以外の注意を払う。反応次第で人望も変わる。いい顔になるよう年を重ねる。番外編、上島竜兵、志村けんの遊び方を語る。第3章、遊びの実践。女と趣味には完璧を求めるな。親、兄弟には恋愛でも迷惑をかけないこと。女が変わるたびに引っ越しする成分。恋愛総務は変えられない。夜遊びはいつか仕事に帰ってくる。楽しみは後に取っておかないこと。遊びの後味に人間性が出る。性遍歴の果てに焼酎に落ち着いた。酒遍歴か、焼酎に落ち着いた。寿司と天ぷらは職人の技に金を払うもの。博打の金は身につかない。馬主というロマンは高くつく。第4章、遊びの習慣。けじめの儀式で日常にメリハリをつける。酒飲みだから肝臓にいい朝食メニュー。住宅街を散歩する楽しみ。娯楽で仕事の自宅映画鑑賞。便利な携帯メールの落とし穴。音楽とゆとりの座席で仕事の準備。タバコは持ちつ持たれつの気持ちで。パチンコで頭の凝りを取る。ゴルフは1も2にも安全に。温泉旅行はお姉ちゃん連れて2泊。ディスコではあの日に帰れない。ダーツ遊びで若者の今を知る。の全4章です。こんな感じです。ピントが合わない。やっぱ読者面白いですね。いろんなこういう活躍してる人の習慣とか考え方とか、こういうの勉強するといいかもしれません。何か役に立つことがあるかもしれませんので、ぜひ、Amazon で売ってるので、Amazon で探してみてください。本当はこの下に Amazon のリンクとか貼っておけばいいんですけどね。ちょっとその辺も後でちょっといろいろ試してみます。今日紹介したのは、志村けん遊び術でした。それでは、また、お楽しみに。ドロン！